地です。今銀座一丁目に来てます。 Vlog ですね。今日は僕の大親友が働いてるサロン美容院に来てます。行こうとしています。もうずっと切ってもらってるんですけど、今まで青山にあったんですけれども、今日から銀座店が新しくオープンして、そこの配属になったということで、今日記念すべきオープン日の日に髪を切ってもらおうかなと思って銀座1丁目に来てます。銀座1丁目の9番出口からも歩いて30分ぐらいなので、早速行ってみたいと思います。トニー&ガイというお店ですね。こちらです。トニガイジャパン。いますかね。伊勢伊ビルの2階ですね。行ってみましょうか。はい、ごめんくんでーす。どうですか。めっちゃ綺麗。花だらけ。花だらけ。こんな感じですね。スタッフイケメンしかいないです。さあ、はい。どうしたんですか。短いのどうだったか。いや、結構好評でした。あ、本当？はい。やりやすかった。だいぶ。ああ、よかった。そしたら前回ぐらいの感じでいく。前回ツーフィンガーさんね。そう、もっと短くやっても、まあ、いけるっちゃいけるけど、まあ、前回ぐらいかな。そう、だいぶ伸びた。伸びたね。了解しました。ありがとうございます。マジイケメンしかいなくない？ここ狙ってんなんか。え、わかんない。わかんないけど。じゃあシャンプーで。はい。うん、こちらにお願いします。説明してあげるのがいいよ。はい、シャンプー代もね、すごいね。ではシャンプー代の方にすごいこれ。めっちゃ違う。しかもそれあったかい、めっちゃ高いマッサージ。そうなんです。マッサージちゃう。アイスコーヒーで。アイスコーヒー。はい。
シャンプー台とかトイレもすごいこだわっていて、とても居心地のいいお店です。いつも思いますけど、もう何年行ってんだろうな。もう7年ぐらい行ってんのかな、多分。皆さんぜひ、病院いいとこないかなと思ってる方は、中込くんおすすめですので、ぜひ一度お試しあれ。で、インスタグラムとかもぜひチェックしてみてください。私は今から仕事に戻ります。そんなこんなで銀座のトニー&ガイに行ってみたブログでした。ご視聴ありがとうございました。